マズしきギョフは、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌによって1887、92年頃に制作された作品で、現在は国立西洋美術館に収蔵されています。この作品は、19世紀フランスの象徴主義の先駆けとして知られる画家のスタイルを示しており、壁画の伝統を受け継ぎつつ、独自の視覚言語を構築しています。ピュビス・ド・シャバンヌの作品には、 抑えた色調や平面性、簡潔な画面構成が特徴的であり、本作もその例に漏れません。キュビス・ド・シャバンヌは19世紀後半のフランス美術において重要な位置を占める画家です。彼は特に壁画の技法を用い、公共空間における視覚芸術の新たな可能性を探求しました。彼の作品は、象徴主義の特徴を色濃く反映しており、 刑事上学的なテーマや象徴的なモチーフを用いて見る者に深い感情や思想を喚起することを目指しました。貧しき漁夫は主題が貧しさであることを象徴的に描いています。画面には静かに頭をしだれる漁夫と傍らで寝入る幼児の姿が描かれており、その構図は一見シンプルながらも深い物語性を持っています。漁夫の姿勢は 彼の内面にある疲労や絶望感を反映しているように見えます。一方、幼児の無邪気な寝顔は、彼の生活の厳しさとは対照的に、希望や無垢さを象徴しています。キュビス、ド、シャバンヌの色調は非常に抑えられており、全体に淡い青いや緑の色彩が広がっています。これらの色は作品に性質さを与え、同時に漁夫の困難な状況を際立たせています。 背景はほぼ平面であり、絵の中の人物に対する視覚的な強調をもたらします。このような平面性は、彼の作品の重要な要素であり、見る者に印象的な感覚を与えます。作品の中で描かれた漁夫と幼児の姿は、聖書の世界を想起させます。特に、漁夫の姿勢や幼児の無草は、宗教的な象徴として解釈されることができます。漁夫は、貧しい者や、 弱記者を象徴し、彼の姿は多くの聖書の教えと結びつくことができます。幼児の存在は、無垢さや新しい命の象徴として、希望の光を感じさせる要素となっています。この作品は、単なる風景画や肖像画を超えた深いメッセージを持っています。キュビス、ド、シャバンヌは、彼の作品を通じて、貧しさがもたらす苦悩だけでなく、 そこに宿る人間的な美しさや希望も描こうとしたのです。ピュビス、ド、シャバンヌの作品には独特の技法が見られます。彼は色面による簡潔な画面構成を重視し、無駄な装飾を排除しています。これにより作品全体が一つの統一した感覚を持ち、見るものに特設的な印象を与えることができます。この技法は、 彼が壁画を多く手がけた背景から生まれたものであり、作品に深い意味を持たせることに寄与しています。また、彼の作品における平面性は、視覚的な緊張感を生み出し、見る者が描かれた世界に引き込まれる要素となっています。背景や人物の描写は、デフォルメされた形状でありながらも、感情や表情を豊かに表現しています。特に漁夫の表情や姿勢は、 その内面的な葛藤を物語る重要な要素であり、見る者の,の共感を誘います。貧しき漁夫は、ピエール、ピビス、ド、シャバンドの特徴が色濃く反映された作品であり、彼の芸術的な視点や技法が見事に結実しています。この作品は、貧しさというテーマを通じて、人間の感情や希望、無垢さを描き出しており、見る者に深い思索を促します。ピビス、ド、 シャバンヌは象徴主義の先駆者として彼の作品を通じて様々な社会的、宗教的なメッセージを表現しました。貧しき漁夫はその一環として彼の独自の視覚言語とテーマを探求する重要な作品となっています。静寂の中で描かれた漁夫と幼児の姿は彼の芸術が持つ普遍的なメッセージを伝えると同時に今なお多くの人々に感動を与え続けています。